ですよ。言い伝えがあったりして、はい、だってね、東京の丸の内限定とかって言ったらもう、はい、まさかどの首塚ぐらいしかないですからね。そうですね。あと何と届けようってなりますけれども、はい、まあ、この辺が海あり山ありの横浜のいいとこだったりするわけなんですけれどもね。エリア広いんで、ね、はい、まあ、そんなね昔話なんですけれども、はい、まあ、本当にねいろんな昔話があるんですよね、まあ、民話と言ったらいいのか。そうですね、うん、本当に僕なんかも子供の頃、あ、これ聞いたことあるかもみたいなものもあれば、はい、え、初めて聞きましたこんなの、でも隣町だったみたいな、そんなものが結構あってですね、ま、読んでみると意外な発見がすごくあった。無難なところでいくと、タヌキの恩返しなんていうのもね、はい、これね落語の題材でもあったりするんですね。そうなんですね、あのタヌキを助けて、はい、で、あの子供に捕まってるタヌキを助けてあげるんですね、はいはいはい、でそのタヌキが、恩返しに来る。お、恩返しに来る。タヌキはもう何にでも化けられますから、はい、あのどんな形でも恩返ししますよって言って、お金に化けて、なるほど、あの借金取りからうまく逃れるっていうのが、うん、これタヌキの札っていうお話で、あとはあの鯉に化けて、鯉、魚の鯉、はい、これであの兄貴のお祝いに鯉を届けるっていうタヌキの鯉なんていうね話があったり、あとあのサイコロに化けて、博打でうまくごまかして、好きな目がな、そう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 、タヌキのサイなんていうね、あの、いろいろあるんですね。そうなんです、結構ね不謹慎な話ばっかりなんですけどね、落語の場合だと。なんかね、まあ、今回その湯河原とかで伝わってる、うん、タヌキの恩返しっていう話、湯河原で、はい、紹介してます、うん、もうタヌキがお湯に入ってるなんか乗ってたりしますけど、あ、まあね、タヌキっていうとほらなんかね、日本酒っていうのがこうあったりしますから、そうですね、ここにまた温泉なんていうのが、温泉がキーワードが入ってくると、タンタンタヌキの、まあ、みたいなっていうところですね。ああ、今2文字抜きましたね、っていうのもあったりします、ね、はい、でそれで湯河原ではこのタヌキを使って、その湯河原でタンタン焼きそばっていう、はあ、タンタンタヌキのタンタン焼きそばっていう、これ町おこしグルメなんかもやってたりするんです、ね、また B 級グルメで狙ってたりする中で、はい、これはねすごく人気があるんですよ、はい、じゃあぜひともね湯河原行った場合にはね、タヌキの恩返しのお話を頭に浮かべながらタンタン焼きそばを食べる、そうですよ、はい、それでねちょっとね一風呂浴びるなんていうのはね、いいですよね、いいコースかもしれないです、はい、ぜひそういうので夏休みちょっと遊びに行っていただけると、うん、通常のまあ横浜でやってる、この単なるこうどっか散歩に行く遊びに行くじゃなくて、うん、ちょっと深い楽しみ方が夏休みならではのができるんじゃないかな、知的好奇心ですよ、はい、ね、うん、昔を訪ねるというようなね、はい、感じもあったりすると思うんですけれどもね、はい、他にもねたくさんですよね。そうですね、あの、まあ、そういうもちろん湯河原だったりとか、肌野だったりとかいろいろなエリアもちろんなんですけど、横浜市内なんかにもあったりとかしてですね、市内だとどういう、あのこれも昔話が全然知らなかったんですけど、マサカリガフチとヒコハチというお話がありまして、タイトルからは何も想像がつかないですね、はい、これがそのなんかマサカリをある淵に投げ込むと、でもそれで何かですね、あの魔物が退治されちゃったみたいな、分かった、はい、マサカリを投げ込むと、はい、あなたが投げたのは金のマサカリですか、銀のマサカリ、違うでしょ、違うでしょ、そうですそうです。いやそれにねちょっと近いんですよね、近い内容も、ね、ちょっとなんかこう、うん、浦島太郎的なちょっとそういう要素も入ってたりとかして、はあ、はい、もういろんな要素がごちゃ混ぜになってる、なんかすごくこう、で未だにこのマサカリガフチあるんですよ、戸塚区に。そうなんですか、はい、へえ、これがまたね、うん、不思議な感じのちょっとこう異界への入り口みたいな、あ、不思議なムードがある、いいですね、はい、そうですね、そういう感じでちょっと夏はね涼しんでもらうなんていうのもね、いい、楽しいかもしれないですよ、はい、あ、いろんなエリアでそれぞれの特徴のあるこう民話というんですか、うん、そういうのがあるので、うん、あの神奈川を再発見していただくにはすごく面白い特集になってるんじゃないかと思います。僕もすごく新しい発見がいっぱいあった特集でしたね、はい、ぜひとも皆さん、そう、特にねこの、小学生ぐらいのお子さんが、ね、いる方なんかは、はい、夏休みの自由研究なんかにもいいかもしれないですよね。僕らがちょっと目指したら漫画日本昔話みたいな、ちょっとそういうノリでですね、なるほど、イラストもそのテイストですもんね、はい、ちょっと可愛いイラストとかつけたりとかしてですね、はい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 、なんとなくこうそれを見て、あ、行きたいなこの場所だったら、実は近所だったみたいな、そういうものができればいいかなと思います。ああ、はい、これはもう夏休みね、お子さんいる方には必須アイテムになってますから、はい、ね、こちら横浜ウォーカーぜひもね、はい、手に取っていただきたいなと思いますけれども、はい、まあそんなこと本当に、ね、数々あるんですよ、はい、数々あるんですけれども、私一番気になったのは、はい、カッパですね。カッパ、カッパですか。カッパを取り上げてますもんね、はい、この号では。神奈川にカッパいるのか、カッパ果たしているのか、カッパはいるのか、徹底的に調べました、はい、徹底的にの割にはちょっとページ数少なくないですか、すこれ、
でもねこれ神奈川県中で河童にゆかりのあるところ調べましたよ。おそうするとですね、ここにはもしかしていたかもしれないみたいなところたくさんあるんですね。あ、河童の痕跡が残ってるわけですね。残ってるんですよ。おーおーおお、河童大名人がある神社とか。名前だけじゃないんですか、はい、それ。それ名前だけじゃないんです。いるんです、それが。いるんです。はい、河童大名人がいるところがあったり、はいはい、いろいろなですね、うん、そこにもしかして河童がいたらしいというのをですね、こうちょっとしたこうモニュメントに残ってたりとかですね。ああ、それなんか昔のこう文献で紐解いていくとあったり、ね、はい、伝説が残ってそう言われてここに河童が。はあ、まあ行くとこ行くとほらね、河童のミイラがあるとかっていうところも、ね、はい、そういうのは今回は痕跡を探して、今回はそうなんですよ、はい、具体的なものを探したわけじゃない、はいはい、何なんだよこのヘリクツ、ヘリクツ編集長。いやいやいや、探しました。あ、ちゃんとキュウリ片手に全もう神奈川回りましたんで、ね、はい、なんでカッパってキュウリが好きなのかがね、また不思議ですよね。不思議ですけれどもね、はい、カッパにはキュウリがつきものだったりしますけれども、はい、カッパってこう比較的人間に近い姿形してるじゃないですか、はい、ね。で、まあ、カッパは私ね昔もいろいろちょっと調べたんですよね、うんうん、調べたところやっぱりこの親子連れのカッパだったりっていうそういう絵が残ってたりなんかもあるわけですよ、はいはい、ということ、これカッパ集団生活を送ってる可能性があるんですよね。そうですね。だカッパはカッパそれぞれに名前がついてるはずだと思うんですよ。なるほど。個々を判別するためにね、はいはいはい、でもこれ総称して我々カッパって呼んじゃってるじゃないですか、。でも多分神奈川にいたこのカッパはこういう名前がついてたとかっていうのがあったのかもしれないですからね。そうですね。本当にこう横浜ウォーカーさんには引き続きカッパの調査をね、私お願いしたいなと。いやいやいや、やっぱりねこう水も多いエリアなので。ああ、そうですよね。にここにカッパがいたんじゃないか。カッパの川流れなんてね、はい、言葉があったりしますから。カッパの弱点ってご存知ですか。まあ、これだけ。これだけね言ったら特集してるわけですから、皿が乾くことみたいな。ああ、それはねもう小学生レベルですね。小学生レベルです。小学生でした、すみません。カッパっていうのは、はい、重大な弱点を一つ持ってるんです。重大な弱点、はい、はい、これ今日映像ですからちょうどいいですけど、はい、カッパって手がつながってるんですよ。後ろで違うんです。こう手広げるじゃないですか、はい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 、カッパ体の中で一本でつながってるんです。なるほど。手が、はい、だから片方をガッと思いっきり抜くと、はい、両方スポンって抜けちゃうんですよ。取れちゃうんです、ね、取れちゃうんです。これがカッパの弱点ですんで、それはカッパに会った時に覚えておきたいですね。そうなんです。だからカッパにこう引きずり込まれそうになったら、片手だけ持って思いっきりサッて引っ張ってやると両方抜けちゃいますから。そうなんですね。これね、ほんとカッパ豆知識として、これ勉強になりますね。なんだこの話、ちょっと賢くなった気がしますね。ぜひともね、カッパ、うん、カッパに遭遇したら、そういう、言ってみたら回避方法がありますんでね。なるほど。死んだふりとか通用しないですから。あ、そうなんです、ね、片手だけ思い切り抜く、これが一番いいです。だって私カッパ調べるためにあのカッパ橋3日間張り込みましたから、はい、カッパ橋、カッパ橋にもいるんですか。いるんですよ、カッパ橋がね。またねカッパをあのイメージキャラクターにしてるんですけど、はい、全部カッパがねやる気がないんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でいろいろ調べたところ、はい、カッパ橋のカッパっていうのは、こう治水事業とかがその昔あった時に、うんうんうん、村人がこうどうしてもできなかったところを手伝ってあげたらしいんですよね、カッパが。なるほど。ええ、うんうん、それで、こう、 うまくね河川がこう氾濫しなくなったっていうのに、はい、カッパをあまり大事にしなかったらしいんですよ。なるほど。ええ、恩をあだで返すようなことしちゃった。まあ、あだでは返してないんですけれどもね。どまあ、そういうのがあったりして、あんまりカッパがやる気のあるカッパがいなかったそういう、ちょっと私カッパ好きなんでね。なるほど。ええ、まあそんなのがあったりする。これは今後もカッパを研究していきたいですね。ぜひ ね、はい、もう本当横浜神奈川といえばカッパというようなね、はい、そういう時代が来るんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあ言ってみたらカッパっていうのもね、イメージキャラクターとしてこう存在してたりするわけですけれども、はい、やはり今イメージキャラクターなんていうとゆるキャラなんていうのがね、ありますね。どうしてもこれ今の流行りなんかでもありますからね。神奈川にもですね、うん、結構たくさんのキャラがですね、キャラクターが打ってね、はい、来ましたもんね先月。そうなんです。ハマリンが、ハマリンが大人気のハマリンが来てましたよ。ハマリン来ちゃいました、はい、で最近ですね、はい、なんか横浜の方にも、もう出たいというゆるキャラの皆さん、ハマリンだけじゃないです俺も出してくれ、私も出たい。それは横浜に売り込みがあるんですか。はい、はい、電話かかってきたりとか、ゆるキャラからメールが来たりとか、ゆるキャラがメールするって面白いですね。まあ、もしくはあのマネージャーの方が、あ、ゆるキャラのマネージャーさんから、はい、
メールが来て。メールが来て。おお、え、どうするんですか。あ、ちょっと実在しないものはうちではお断りしてますっていう。いや、逆に実在してるっていうところもあるじゃないですか。あ、中にはね。中には。そうですよ。だからちょっとじゃあぜひお会いしてね、うん、ちょっとお話をお伺いしましょうと。おー。というようなこともあったりするんですよ。じゃあそれで実際会って。そうですね。はい。最近も実はこの号でご紹介してるんですけど、最近も、まあ、ある超有名キャラがですね、うん、編集部に遊びに来てくれてですね。どんなキャラでしょう。はい。ぜひ見ていただきたいなと思って、はい、それでですね、それがこの乗っているですね、エビーニャちゃん。エビーニャちゃん、はい、エビーニャちゃんって言うと神奈川だとこれはひょっとしたらエビーナ市あたりじゃないですかね。正解です。やっぱり簡単なクイズだなこれ、大正解です、はい、エビーナでもう大人気のキャラですね。あ、人気、はい、おですね、エビーナ市のじゃあキャラクターみたいな。そうですね、はい、エビーナ市のキャラクターということで、うん、もう地元では大人気というはい、遊びに来てくれてましたです、ね、今日来てるんですね、ビーニャちゃんが。それでですね、今日もちょっと、はい、ちょっと今僕ちょっとチラッと見ちゃったんですけど、はいはい、あれはここではやりすぎなんじゃないですか、はい、ビーニャちゃんはですね、だってこちらの今回のゼミに参加したいということで。だってあれ一人じゃ絶対ここまでたどり着かないですよ。そうですね。これんですか。ちょっと編集部員にアテンドしてもらいますんで上間さんちょっと一緒に お連れごめんなさいね、本当はお仕事中申し訳ないんですけれども、エビーニャちゃんどうする、これさ椅子に座るってレベルじゃないじゃん。座れねえ、エビーニャちゃんだってもう完全にカメラにかぶっちゃって手振ってるのは分かるんですけど、はい、いやカメラ向こうなんですよ、エビーニャちゃんね。そこ、エビーネちゃんそこ座れないですよね、うん、そこじゃないんじゃないかな、エビーネちゃん。エビーネちゃん座れますか、大丈夫ですか。だってもう編集長完全に影ですよ、これ、はい、いやいや大丈夫です、大丈夫です。エビーネちゃん来てくれましたよ。エビーネちゃん来たのはいいですけれども、ちょっとインパクトが強すぎやしませんか、これ。でもこのエビーネちゃん、はい、エビナだけにこの辺が、あエビになってますね。エビになってます。顔が2つありますよ、ちょうど、はい、上と下と、はい、エビネちゃんどうですか、あのエビナの方の今日の気温は。あ、高いっていう、ね、嘘でしょ、嘘でしょ。いやでもエビネちゃん地元では大人気なんですよね。ほらやっぱり人気がらしいんですよ。リアクション薄くないですか。いや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 、大人気なエビネちゃん、はい、お元気ですね。あの時間長いですからね、エビネちゃん。エビネちゃんこの辺が、あ、ちょっと何か似てるような。ああ、僕ね分かりましたよ、はい、スイカじゃないですか。スイカですか。あ、違う、はい、あ、分かった、はい、イチゴですね。イチゴですか。惜しい。正解ですね。分かんないんだ、はい、これ非常に分かんない。正解だったんですよ、はい、正解です、ね、イチゴ、はい、おお。ここら辺がエビ、ここら辺がイチゴして、うん、まあ、エビーナということで、エビーニャ、はい、ニャってことで、これ猫ニャンコみたいなところもあって、はい、でエビーニャちゃん。でそれ何ですか、エビーナ市ではあの野良猫がすごいたくさんいるとかそういう話ですか。いやそういう話じゃない。ずいぶん冷静に否定してますね、これね。違います、はい、でも本当に地元では大人気のキャラクターでですね、イチゴっていうのはやっぱりイチゴが取れるとか。そうですね、名物ってことですよね。そうですよね。あ、そうらしいです。はいはい。ですので、すごくエビナの名物がここの全てに詰まっている。待ってください。エビナ市ってエビは名物じゃない、まあ、ね。エビは名物じゃないですよね。はい。違います。違う。違います。ここら辺は、まあ、エビナだけに、エビの形。エビナっていう名前からですよね。あ、じゃあメインはイチゴの方でね、撮ってもらいたい。でもエビーニャちゃんが最近その市の、ね、イベントとかに出られると、うん、一緒にこう写真を撮りたいという人が本当にたくさんいる。そりゃそうでしょう。この可愛さですから。ショッキングですもんだってこれ、はい、ね。でも可愛いじゃないですか、この赤と白の。あ、まあね、うん、赤でね、ちょっとこの襟のところがエビじゃない、はい、イチゴのヘタになってて、ここがまた襟に緑に見せるみたいなね、はい、可愛らしいですよ。可愛らしいですよ。あ、エビーニャちゃん可愛いですね。エビーニャちゃんがあの横浜王家に出たいとおいうことをですね、この号で売り込みに来てくれてですね。じゃあそのあたりも記事になってるわけですね。はい、そうなんですよ。今回その YW ちゃんエクストラというページでですね、はいはいはい、募集したところで、うん、売り込みに来てくれて、お、はい、それで乗っかったんですよね、掲載されたんですよね、はい、ということはこれ
売り込みに来た結果、じゃあ今後新たな展開があるかもしれないってことですか。もしかしたら今後表紙とかに出ていただくか。ちょっとそれはあの僕の方からはお断りした方がいいんじゃないですか。大丈夫なんですか。エビーニャちゃんだけにね、ぜひ出ていただきたいと思って。だってエビーニャちゃん出ちゃったらあんまり黙ってないですよ。いやでもそしたらもう迷子ゆるキャラですよ表紙が。エビーニャちゃん今大人気なんで、でもエビーニャちゃんを見て、私も出たいっていうキャラクターの方もいらっしゃるかもしれないので、次から次へとね、なぜエビーニャちゃんだけなんだと。ヤマトのヤマトも黙ってないぞみたいな感じになってきちゃうわけですよ。それもゆるキャラの雑誌になってきそうだよ、そのうちね。例えば横浜市緑区のみどりん、これ黙っちゃいないっていうところになってきて、みどりんちゃんっていうのもまたいるんですね。みどりんもいるんですね。でもその中でも最近はエビーニャちゃん、それはこのね、市とか町でこうキャラクターがどんどん誕生してるってことになると、やっぱりこの覇権争いみたいのも今後出てきそうですよね。人気ナンバーワンは誰なのかみたいな、いうのも出てきて、ほらもうすごく自信を持ってるじゃないですか。ああ、それはね、風格がありますもん、女の子なのに風格がありますもん。そうですね、でもやっぱり人気ナンバーになりたいですよね。なりたいみたいなんで、控えめなガッツポーズがまた可愛いですけどね。この辺がね、子供たちにも大人気。じゃあひょっとしたら今度紙面でね、人気投票みたいのがいいですね、あるかもしれないですしね。まあ、今日あの特にあの募集、特集企画は募集なんかしましたけれども、ゆるキャラの特集をやってほしいなんていう人も結構あるんですよね。横浜ね、横浜限らず神奈川って言ったら本当に数々のゆるキャラが存在するわけですから、相当数ですね。僕らが把握してないキャラもいっぱいいるらしいです。じゃあこれをね、神奈川全域を網羅して、でもエビーニャちゃんなんとオリジナルグッズもあったりするんですよ。例えばどんなグッズがあるんですか。エビーニャちゃんグッズたくさんありますよね。シールとか、シールあるみたいな。シールがある、いろいろなものがあるらしい。こちらはエビナの方で販売されてる。ぜひともね、じゃあのひょっとしたらそれはエビナ氏のホームページを見れば載ってるってことですかね。わからない。ちょっと考えてる、ね。わからない。考えてる。詳しくはじゃあ この辺りを。いやだから出ないよって毎回言ってんじゃないですか。すいません詳しくが出せないんでしょ、今の話だ。はい、エビナの方に、エビナ氏の方に問い合わせていただければわかるかも。知れません。多分ね、問い合わされると私の仕事が増えるみたいな顔してますよ、これ。じゃあ、そんなことない。じゃあこれはツイッターで、じゃあツイッターでね、後でそうですよ、実はどこで手に入れられる、ツイッターでいろいろ調べてもらうのも ね楽しみの一つかもしれないですけれどもね、でもいろいろあのエビーニャちゃんもしかして質問とか来てたりとかするといいですけど、特に来てないですね。そうですか。エビーニャちゃんすごいなっていうぐらいなんで、すごい、出てること自体がすごい、ぜひ正面から見ていただけると、カメラあちらですので、ぜひ。かわいいじゃないですか。来ましたよこちら、ISR0063 から、三重県のゆるキャラ、伊勢エビ大王といい勝負ができそうですと。これはエビつながりですね。やっぱりエビ対決した方がいいかもしれないですよね。エビ率ちょっと低めな感じ。いやそうですね、エビなって言ってるんですから、ニャ率が高いみたいな。でも頭に乗っけてるんですよ。そうですよね。そしたらやっぱりこれエビ界でもトップを狙ってもらいたいですから。でもエビーネちゃん、こうゆるキャラって言うとちょっとこう可愛いイメージがあったりするじゃないですか。でもね、実際こうツイッターのアカウントを持ってて発信してるなんていうキャラクターもあったりしますから、これキャラ付けなんていうのも今後大事になってくるかもしれないです。キャラ設定とかね。エビーネちゃんっていうのはなんか決まってるんですかね。年齢とか。年齢は特に決まってない。決まってない。決まってないみたいですね。決まってる、決まってない、決まってないんですね。でなんかそういうね、詳細プロフィールみたいのもそうですね、あった方が面白いかもしれないですよね。今後この育っていくキャラクターだと思うので。なるほど。実はエビニちゃんこんなものが好きなんだとか。多分ね、好きなものはね、エビとイチョウだと思います。そうですか。例えばなんかこうエビニちゃんと仲のいいキャラクターが実は他にもいるんだとか。そうですね、それこそこの三重県の、ね、伊勢エビ大王と恋仲ですみたいなね、あってもいいかもしれないですよね。でも本当にエビナを盛り上げるためにすごくこう地元でも活躍してくれて、イベントなんかにも出たりとかしてるんですよね。そうみたいです。そうイベントでもすごく活躍してる、それでもファンの人たちが一緒に写真撮りたいみたいなんで、先日も編集部に来てもらった時に、みんな一緒に写真撮りたい撮りたい、
はあ、はい、その割には今日は編集部誰もいないんじゃないですか。ちょっと困ったんですけど ね、はい、どうしたんですか今日。はい、まあでもエビネちゃん今日来てくれたので、はい、いや来ること知ってたでしょ。はい、ね、いやいや知ってましたよ ね、なんで今日2人しかいないんですか。はい、どうしちゃったんですかね。忙しい、今日忙しいんですか、みんな。あ、今日休み、休み休みを取ってるわけじゃなくて、あらららら、取材に行っちゃったり、取材にね、はい、ありますんで。いやでも本当にミニアちゃんが出てくれたの本当に嬉しいですよ ね、いやね、本当に全国のね、はい、ゆるキャラの人もぜひともね、はい、このエビーニャちゃんの人気あやかりたいなんて人もいるかもしれないですから、これはも もう特殊な可愛さですよ。うん、エビとニャーとイチゴ、なんかって、なんかって今ごまかしました。エビとニャンコとイチゴみたいな、イチゴってこの取り合わせはなかなかないですから ね、はい、これもぜひ地元のキャラクターとして育てて、うん、まあ、エビナを盛り上げるためにね、うん、目的やっぱりエビナを盛り上げていくことだと思うので、はい、ぜひこれからも頑張っていただきたいと。あのお腹空いたなっていう人がいた場合は、はい、頭のエビを食べさすのか、体のイチゴを食べさすのか、ここ悩むところですよ ね。アンパンマンだったらね、ほらね、頭のこのパンをね、はい、食べさせたみたいな話がありましたけど、はい、エビネちゃんはどこでしょう。あ、イチゴからイチゴなんですね。イチゴから。よかったよかった。イチゴはオッケー。やっぱ取れますからね、はい、イチゴはね、たくさん。エビはダメです。エビはダメです。エビはダメです。エビはダメって意味わかんない。いやいや。というようなね、今日はエビーニャちゃん最後までつけてくれるんですか。あ、大丈夫なんですね。じゃあエビーニャちゃんも、番組に参加しつつ、はい、ね、進行していきたいなと思いますけれども。ですけど大丈夫ですか。エビーニャちゃんはひょっとしたら奥の方がいいかもしれないですよね。こう編集長前に来て座れますか。でもねえ、エビーニャちゃん、ほら、誰か手伝ってくれればいいんだけど、改造役、改造役、改造役ですよね。エビーニャちゃん結構椅子引けばいけんじゃないですか。それでグッと押せば、エビーニャちゃんここありますよ。どうする、エビーニャちゃん。オッケー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 。辛かったら手を挙げてくださいね。そしたらあの誰か助けに来ますから、はい、結構大変そうかもしれないです ね。そうですよ、はい、なんか空気椅子みたいになったらかわいそうですけれどもね、はい、一旦はけていただいたりとかしても大丈夫ですよ。あ、そうですよね。エビネちゃん辛くなったら言ってください。そうですね、ええ、あ、ちょっと大丈夫です。大丈夫そうです。大丈夫そうです。大丈夫です。意思の疎通の取り方が難しいんで、はい、あのすいません、どなたかこの丸と×っていうなんか札みたいのって作れないですかね。そうですね。あ、大丈夫です。お忙しいでしょうからお仕事で。じゃあうちのボンクラがいますんで、うちのボンクラが作りますんで大丈夫ですよ。はい。コピー機壊すなよ。高いんだからな。ありがとうございます、ということでね、エビーニャちゃんとかにはぜひね、こうなんか例えばお悩み相談とかね、してもらったりとかね。エビーニャちゃんにこんなに自分の意見を言えない人に何を相談するんですか。丸×ぐらいはねできますからね。でも本当にここにエビーニャね、ちゃんとこう出てますからね。するものがあって、はい、ぜひともじゃあ今度エビナシの方でね、はい、なんかイベントありましたら私も駆けつけたいと思いますんで。それはいいですね。あ、喜んでくれてる、ね、はい、一緒に、ね、コラボしましょうよ、エビーネちゃん。はい、はい、よかった盛り上がってきた。あ、今エビーネちゃんグッズね、こちらで、紹介されていますというツイートが、出てますんでね、ぜひともね、こちら番組ご覧になってる方は、はい、こちらからアクセスしてみてください。はい、はい、まあそんな感じで、うん、今回も、横浜ウォーカーね、はい、パラパラっとちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、これがエビーニャちゃんですね。ここがね、エビーニャちゃんのページだったりするわけなんですが、はいはい、私ね、一箇所気になったところが、はい、引き続きちょっとあの花火をね、はい、やってたところありましたよね、はい、花火のページが、花火のこう女の子と花火を見に行って、 こんなお菓子を食べると、こんなお菓子を食べるわみたいな、こんなお菓子を食べると美味しいわ。美味しいわ。ページありましたっけ。僕違う雑誌見てました。これですか。あー、それです。あー、なるほど、それです。これはそうですね、そこあんま触れない方がいいところですか。広告でしたね。広告じゃ触れてもしょうがないですもんね、はい、あららら、その区別もついてないって僕問題ですね。そうなるとね、読んでないってことが分かってきますね。まあ落ち着けってことですね。はい、はい、ではね、あの先週ちょっとあの募集したんですけれども、はい、そちらをね紹介したいなと、思ってるんですけど、エビーニャちゃん
どうでしょう、一度出ていただいた方がいいですかね。そしてエビネちゃん、あの一回引っ込んだ方がいいですか。バイバイってことですか。まだいます、まだいますってことですか。まだ大丈夫ですか。あ、すみません、エビネちゃん無理しないでくださいね。じゃあ、はい、実は先月ですけれども、はいはい、ちょっとねこの雑誌で特集企画をちょっとね、はい、皆さんに募集ということをやったんですけれども、はい、引き続きね、やった中でわざわざメールを送ってくださった方がいらっしゃいますので、はい、こちらちょっと紹介したいなと思います。期待ワクワクエビーニャちゃん、はい、つぶや大学の講義を見てメールしましたということで、はい、横浜ウォーカーはおしゃれなのに堅苦しくなくてとても好きな雑誌です。ありがとうございます。これですよ、はい、おしゃれなのに堅苦しくないってこれ出すの難しいですよ ね。 そうですね。やっぱりおしゃれってなるとちょっとカッコつけちゃったり、はい、あ、はい、エビーニャちゃんじゃあこれね、モテますか。あ、モテましたね、はい、はいはい、はい、じゃあこれが丸ですよ、はい、はい、いけますね、はい、そしたら どっちかを上げてくださいね、はい、おお、さすが、うん、×、そっちが丸です。丸です、はい、丸、はい、いいですね、はい、大丈夫ですか。あ、素晴らしいです。あ、これを持ってもちょっと時間かかるんですね。タイムラグがあるんですね、はいはいはい、堅苦しくなくてとても好きな雑誌ですと、はい、最近情報が詰まっているのにレトロな雰囲気もあるのが面白いですと。 ありがとうございます、はい、最新号の神奈川の昔話、はい、民話歩きでは話だけでなく舞台となった場所の紹介、専門家の解説までついていて勉強になりましたと。ありがとうございます。もう本当に横浜ウォーカーを非常に楽しめている方ですよね。ありがとうございます。ハード読者だと思いますよ。深く読んでいただいている、うん、ありがとうございます、はい、横浜ウォーカーに出たいというアーティストの方は売り込み待ってますということで、クリエイターを名乗るのもおこがましいですが応募させていただきますと。ほう、いうことで、ね、ちょっとプロフィールなんかがあったりするんですけれども、はい、ちょっとエッセイなんかで賞を取っていたりとか、短編小説を書いていたり、なるほど、いろいろしてるんですよ。なるほど。まあ、この方が、例えば、はい、ね、にぎわい座のレポートなんていうのもやってみたいですと。なるほど、うん、これも地元の文化ですよ ね。そうですよ、はい、横浜を舞台にした新作落語や、はい、小話なんていうのも考えられたら面白いのができるのではないでしょうか。なるほど。まあ、こういうような新作落語なんて話になったらこれはぜひご知らせにね、僕に、はい、横浜のご協力いただきたい。いや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 、僕よりもっと優秀なやつをそう紹介することもできますし、はい、そうですか、ね、そんなちょっと引き気味なのは何ですか。僕では役不足なんじゃないかなと思いましてね、はい、ということでね、ちょっと、その他にも中高では、はい、鉄道研究部に所属していたので、はい、鉄道に関することもちょっと書いてみたいですと。なるほど。いうことなんですけど、例えばじゃあこういう場合は、はい、どういうふうに具体的にじゃあ今後こういうようなものを持ってきてくれたらこっちももうちょっとこう踏み込んで考えられるなみたいな、まあ、具体的な企画が出てきたりとかするので分かりやすいと思うので、以前ですと電車関係でいうと神奈川の電車旅みたいな特集がありまして、本当に神奈川だと各駅停車でいろいろな駅がありますので、そういうところにいろいろ行ってこんなおいしいものがある、あるいはこんな不思議なものがある、こんな歴史のあるものがあるみたいなものをやったりしましたので、そういうのは企画に落とし込めたら全然一緒にできたりすると。あ、なるほどね、うん、まあ、具体的にそこに行ってこう調べてくるということではなくて、そうですね、うん、はい、こういうようなパッケージで鉄道と何とかを絡めたり、こういうようなパッケージでやったらいかがでしょうというようなね、そういうところからあったらね、コラボレーションが、はい、まずアイデアがあってそこをこうだんだん膨らましていって、で肉付けをしていくと具体的な企画に見えてくるのかなと思ってます。この特集もそうですけど、まずなんとなく昔話みたいな、昔話だよねみたいなのがあって、そこでこうだんだん肉付けしていくっていうのがしたんで、そこからそういうのが出てくるといいですよね。なるほど、はい、ね、ぜひともそれで、ね、もしアイデアがありましたら、はい、ぜひ番組までね、はい、メールいただければななんて思いますけれども、はい、引き続きオケッターさんの方で、ね、はい、募集してるんですよね、はい、来てますでしょうか。来てないんですね。いや今エビニャちゃん困ってます。エビニャちゃん困って、ごめんなさい、どうリアクションしていいか、はい、すいません、こちらのね、裏方との打ち合わせがちゃんとできなかったので申し訳ないです。エビニャちゃん次から頑張りますの、ね、許してもらえますか。あ、丸出ました。はい、そちらは来てるんですね、はい、あ、はい、どっちなんだ来てる、新しくは来てない、来てないんだったら、ここに見せてもあれじゃないですか。ここに来てるんですね。
あ、来てるんですね。はい、ということでじゃあそちらをね紹介したいなというふうに思いますんでね。はい、はい、こちらね、OK ウェブさんの方に、はい、特設コーナーを設けまして、はい、ポケッターさんの方で、いただいております。こちらね、まあ、前回と同じような感じで8ページ程度の特集で、はい、テーマを考えてみてくださいということでね、はい、例えばどんなのが来てるでしょうか。では最初はこちら、はい、ひはりさん、はい、ね、スポーツの秋、運動場、公園の特集、普段寝てばかりでた、なまった体をこの機会に鍛えてもいいんじゃないかと思います。なるほど。あー、運動の特集。イビーニャちゃんは運動不足ですか。イビーニャちゃん どちらでもないから、ね、いや、どっちかはあると思いますよ。イビーニャちゃんもね、どうですか、最近運動はしてますか。あ、してる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 。やっぱスポーツ好きなんですね、イビーニャちゃんね。あ、大好きだということで、ね、なでしこジャパンワールドカップ優勝しましたけど、エビネちゃん見てました。見てた。あ、生で見てた反応ですね、これね。いいですね。エビネちゃんテレビ見るんだ。ね、ああ、スポーツ。スポーツ。地元でもこれすごく、やっぱり秋になってくるとそういう体を動かすとかで、あの、今だと特にこう例えば公共の施設を使ってお得にできたりっていうことね。結構あるんで、安いですもんね、公共の施設って、はい、なんかトレーニングジムみたいなのが完備してて、はいはい、1時間300円とかあったりするじゃないですか。これなんで使わないんだろうなんて思ったりしますけど、なんかジムなんかに行くと結構お金かかっちゃって。そうですよ、公共施設を賢く使って、うん、例えば運動するとかっていうのが出てきてくると、はいはいはい、例えば体育館を使って、うん、そこで例えば球技ちょっとできるとか、バスケットボールちょっとできるみたいなことが、結構たくさんあるんで、そうですね、そういうところを地元のぜひ施設探してもらったりするとできるんじゃないかと、うん、それを紹介するのは面白い特集だと思いますよ ね一般にこう開放されてる時もあるし、はい、あるいはこのちょっとね、あの教室みたいのを開いてる時があります、ね、あったりしますよね、はい、あと地元の人たちがこうなんか大会を開いてる時なんかが、はい、ありますね、あったりして、あ、そういう情報があると ね、いいですね、なんか運動に参加しやすくなるかもしれないですけれどもね、はいはい、あ、ひょっとしたらこれはね、秋口あたりの号で、まあ、スポーツの秋ということで ね、はい、あり得るかもしれないですよ、はい、ちょうどその頃ベイスターズもね、いい調子になってるといいんですけどね。うん、そうですね、ちょっとコメントしづらい。マリノス今首位ですから。あ、そっちで行けばいいんですよ、はい、ね、そうですよ、はい、サッカーの方でね、頑張ってほしいです本当に。はい、なんでもうプロ野球は閉幕したみたいな表情になってるんですか。いや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 、全然全然コメントしづらい。お茶を濁してますよ、頑張れ、ね、はい、頑張ってもらいたいなと思います、はい、エビネちゃんはやっぱりベイスターズファンですか。おお、やっぱり神奈川県だから ね、はい、地元のキャラクターということでね、やっぱ県民愛がね、はい、ね、はい、溢れてます。もしかしたらそのうちベイスターズのホッシーなんかとね共演したりとかするかもしれない。あるかもしれないですよね。あ、ちょっと照れてます。あ、恥ずかしいみたいな感じになります。そうですよ、はい、ぜひ横浜スタジアムでね、お、見たいですよね。いや、投げんの難しいんじゃないかな、ちょっと難しい。投げんのは始球式はできそうですかね。指入れちゃう罰。ちょっと難しそうですね。罰。ちょっと難しい感じがしますけれども、ね、はい、そして、こちらツイッターでいただいております、はい、エビーニャちゃんに少しジェラシーな猫教授なのであったということで、はい、実はこの津部屋大学の、はい、イメージキャラクターが猫なんですよね。そうなんです、ね、だからこれ猫つながりで、はい、ちょっと仲良くしてもらえると、あ、いいですね、津部屋大学とね、はい、ありがとうございます。ね、まあ、仲良くしようがないような気がするんですけども、まあまあ、なんかね、コラボレーションがあるかもしれないです。でも友達が増えるのはね、いいことですよね。あ、はい、じゃあ今度エビネちゃんのね、友達リストみたいの作っても面白いかもしれないですよね。エビネちゃんこんなね、交友関係広がっていくみたいな、ね、そう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 、はい、意外なところでね、はい、お、橋本龍太郎知り合いなのかよみたいなあったら面白いですもんね、そこまでいっちゃいますか。いやいやいや、はい、では続いての、はい、いただいたのいきましょうか。あ、こちらも同じくね、はい、ひはりさんからね、はい、おしゃれな本屋さん&カフェの特集、読書の秋ということで、本を買った後はカフェでお茶をなんて素敵だと思いますが、残念ながら私はまだしたことがありません。あ、ちょっと憧れますよね、こういうおしゃれなこう生活っていうのは。これもまたやっぱり秋ということで、まあ、読書の秋、スポーツというのが、アートの秋もありますよね、はい、まあ、そういうのの中でこういう企画は出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、でもこの喫茶店で本を読むっていうのは、
どうなんでしょうね。そうですね、読んでる方は結構いますよね。もうほん あり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 エビナ氏的にはありなんですね。ありありありエビナちゃん的にはあり。いやいや、私どっちかっていうとこの経営者目線に考えちゃうと、はい、ちょっと回転してくれないと困るなっていう。あ、なるほどね、うん、できたらもう30分くらいで帰ってくんねえかなみたいな。まあ、でも最近は結構ですね、そのブックカフェみたいなのが結構あったりとかして、はいはいはい、はい、もう本読んでもらうこと前提だみたいなのがあったりするので、うん、本屋さんと併設されてる ね喫茶店なんてのもあったりしますもん ね、はい、そうですね。おお、そういうので新しい業態だったりとか、うん、本を読む新しい形みたいなのができてるんだよね。ぜひともね、なんかそういう本屋さんを、はい、ね、特集するのもありなのかもしれないですよね。いいね、あの本屋さんだったりとか、そういうカフェみたいなたくさんありますので、うん、はい、まあ、今書店が本当少なくなってますからね。そうですね、その中でやっぱり本屋さんで、まあ、話題の本もそうなんですけれどもね、そこで出会った本っていうね、はい、この一期一会で、はい、本を選ぶなんていうのもねいいかもしれないですから ね、 はい、はい、では続いてまいりましょうか。あ、また同じく、はい、ね、本当に編集部員の方なんじゃないかと思うぐらいたくさんね、はい、ありがとうございます、はい、やっぱり生が一番ということで、はい、ライブハウ ス、 ライブハウス、コンサートホール、演芸の特集、はい、小白さんが続志らく百席を レポートする記事とか読んでみたいです。やめた方がいいですね。僕はあんまり師匠と絡まない方がいいと思います。確かにね、今インターネットを使っちゃえば、うん、なんかね、あ、でもクラシックってどんなんだろうな、うん、なんて思った時はね、ちょっとインターネットで検索すれば、はい、触りぐらいはすぐ手に入ったりとか、うん、ね、お笑いライブなんていうのも、はい、ちょっと検索すれば、あ、この人たちこういうコントやってるんだっていう、うん、触りなんてもう簡単に見入れちゃうわけじゃないですか。そうですね、はい、それで満足しちゃうって人が多いと思うんですよね、はい、うん、その中やっぱり生ライブとかね、こう演芸場でもそうですけれども、うん、演劇でもそうですが、生で見る機会をやっぱり、持ってもらいたいなと、私やる側の人間としては。ライブならではのこう良さってやっぱりすごくあると思うんですよね。そうなんですよ、実際にこう見て面白い、はいはい、その息遣いみたいな、もうライブ大好きみたいな。大好きですね、はい、エミナちゃんは、はい、音楽とか好きですか、エミナちゃんは。あ、丸エミナちゃん大好き、はい、お、音楽っていうと、誰が好きなんですか。世代的には、世代的にはリンドバーグとかですか。あ、ちょっと困ってます困ってますね。生き物がかりで、生き物がかりで大丈夫です、マイクに入ってなかったですよ。もう地元のアーティストですからね、生き物がかり。今で、ね、皆さんにはお伝えできなかったと思いますけれども、生き物がかりっていう、ちょっと声が聞こえましたよね。海老名にゆかりの生き物がかりさん、海老名にゆかりがありますからね、はいはい、そうですよ、はい、あ、生き物がかりが大好きだと、地元愛が、ね、すごくあります、ね、でもライブハウスとか最近その、うん、やっぱりいろんなものがこうテレビだったりとか、はい、もちろん例えば今もちろん YouTube だったり、うん、もちろん Ustream だったりいろんなものが見れるようになったんで、逆にこう生で見れる、うん、ライブだったりとか、もちろん寄せとかもちろんそういうのがあるんですけど、はい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 、それの良さみたいなものが逆に見直されてるんじゃないかなと思ったりしますよね。ね、ぜひね、そういう、生で見れるようなものをね、はい、横浜ウォーカーさんにも特集していただければ。そうですね、いいかなと。こう自分で見つけに行くってこともすごく面白いと思うんですよね、うん、まあ、これ見ればじゃなくて、うん、あ、実はこういうところに行ったら新しい発見があったっていうこともあると思うので、はい、ぜひね、皆さんね、はい、そういう楽しみ方もいいかもしれないです。はい、はい、で続いてまいりましょうか。続いてはこちら、同じくもうこの方のことしか紹介しない方がいいかもしれないですね。我が道を行く茶道や、書道などお稽古ことができる場所の特集。お稽古、結構ね、これも、まあ、秋ならではですよね、うん、こうあの学ぶ秋というか、はいはいはい、あったりする、やっぱりこう新しいものをなんか見つけていくっていうのはいいですよね、うんうん、でもお稽古ことって言ってもね、これ言ってみたら書道とかね、はい、そういうのは結構昔からあるようなものだったりするじゃないですか。あとは陶芸なんていうのもね、ちょっと一時期流行ったりしますけれども、はい、ね、はい、私ねこの間聞いたのがね、ポールダンスっていうのを聞きまして、おー、ポールダンスを習うって何と思うじゃないですか。なんです、ね、あるんですよそういうのが。一日体験あるけどやってみるって言われて、男だけど俺できるのなんて ね思いましたけども、あるそうなんですよ。だから本当に今はそんなの教えてるんだなんていうね、まあ、そのこういう習い事とかでもその体験
みたいなところで一回体験無料みたいなところすごく多いんですよね。例えばヨガとかでも一回行ってちょっと体験するだけなら無料とかってあったりありますよ。自分でこう好きなものを見つけていくのが大事かなと思います、ね。この間この住宅街歩いてたら、A4 ぐらいの紙に手書きで、フルート、はい、無料体験レッスン中って書いてあって矢印してあったところが普通のお宅だったんですよね。多分このお宅はフルート教えてるんでしょうけども、ね、それはもうその路地通る以外は絶対出会えないっていうね、そういう体験もあったりしますんでね、ぜひともね皆さんもいろんなこう、うん、新しく学ぶっていうのがすごくこうプラスになることだと思うので ね、ありますんで、はい、いろんな習い事をしていただきたい、はい、じゃあ続いてこちら、雨フレフレ、はい、屋内の遊び場、ボーリング場やカラオケなど雨の日でも楽しめる場所、雨の日特集みたいなね、ちょっと梅雨の時期にね、ちょっとやりましたね、ちょっとあったりしましたけれども、はい、これがまた季節が変わると、はい、そうです ね、もうちょっと寒くなってきたり、なってくると、じゃああまり外に出てっていうのもあれなんで中で遊ぼうみたいな、ね、入ってきますよね、まあ、こういう風にこう企画が立っていったりしますけれども、はい、これで全部ですね、はい、はいはい、というような感じでねいただきました、はい、ありがとうございま す、ね、そんな中でいくつかツイートを、ね、拾っていきたいなと思いますけれども、はい、こちらねいただいISR0063からいただいております。エビーニャちゃん時給いくらですかというふうに来てますけれども、これ×ってことはもらってないってことですね。もらってない、ボランティアです。ボランティア、はい、ボランティアのいい言い方を思いつきましたね。いやいやいや編集長、もう海老名を盛り上げるためだったら、そうです、これ仕事じゃないんですもんね、海老名を盛り上げるために生まれてきたのが海老名ちゃんですから、そうですね、まるで、そうですよ、だから今回も海老名を盛り上げるためならということで遊びに来てくれるそうですっていうことなんですよ、はい、残念ながらこれ喋れないのがねちょっと大きいですけどもね。じゃあ今度はもうパネルとか用意しておきます。あ、そうですよね、はいはい、ちょっとこう手書きで書いてもらったりなんていうのもね、はいはい、いいかもしれないです。海老名ちゃんじゃあ手片方しまって、はい、ツイートしちゃおうか、中で中で ね、そうそうそう、はい、携帯でツイートしちゃってもいいかもしれないですけれども、はい、ビンセちゃんの顔はこれですよ、編集長僕で隠さないように、はい、あ、こちらツイートでもいただきました、はい、ヒハリーさんから、はい、エビンちゃんにダンス習ってほしいダンスということなんですけど、エビーナちゃん実はダンス得意そうですよね、これ。お、ダンス大丈夫そうですか。ほら、もうこれ完全に踊り切ってますもん今。踊ってますね。これエビーナダンスですからね。エビーナダンス、これは今年の夏ブレイクするかもしれない、ね。流行るかもしれないですから、ぜひ皆さんエビーナダンス、はい、エビーナダンス覚えてくださいね。はい、じゃあワンツースリーフォーでいけますか。あ、いけますね。もうオンエアの方がついちゃってますけれどもね、はい、いきますよ。1 2 3 4 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 1 2 3 4
踊っていただければなと思いますけれど、はい、これは今年の夏大ブレイクですよね、はい、難しいんじゃないかな、エビン、ちょっとごめんなさいね、はい、こんな感じ、はいはい大丈夫です、はい、ということでね、はい、エビンやダンスね、はい、お送りいたしました、はい、うん、まあそういったところが、あったりする中ですけれども、はい、じゃあまた横浜ウォーカーからいくつかね取り上げて、いきたいなと思うんですけれども、あともう一つありましたのがこのうまい焼き餃子ということで、はい、この時期に餃子というのはねまたそうですね、特に焼き餃子ですね、うん、そうです、はい、まあ、暑いので、うん、これで焼き餃子をこうちょっと食べて、ええ、でまあビールなんか飲んでいただくと、おまず安いですよね、あ餃子はね庶民の味方ですからね、はい、うん、ビールちょっと飲んでも本当1000円ぐらいでちょっとこういい気分になって帰れるみたいなりするので、やっぱ夏ならではかなと、夏ならでは焼き餃子が焼き餃子これが冬になると水餃子になる、ああ、はい、なるほどね、ちょっとこうスープまで熱くなるんで、うという感覚ですね、まあそんな焼き餃子なんですけれどもね、はい、まあ餃子と一口に言ってもいろんなのがあるんですね、ありますね、はい、びっくりしましたよ、ちょっとこのタレ具はね工夫してあったりなんていう、
特に最近増えてるのが沖縄系餃子っていうですね。沖縄料理屋さんで置いてある餃子が妙に美味しいんだみたいな、あちょっと話がありました、ね、これが口コミで広まって、はい、うん、でもう最近見てみるとちょっとそういかにも沖縄っぽい餃子って増えてるんですよ、ね、おーシーサーの形をしてるってことですか、それは。そんなものもあったかもしれないですね。すいません、適当に乗らないでください。適当なこと言いました。いや、例えばゴーヤチップがついていますみたいな。なるほど、それはもう、はい、ザ沖縄ですもんね。はい、うん、はい、なんか沖縄風餃子の特徴みたいなのって何かあるんですかね。沖縄の食材を使っていたりとか、あ、はい、そういうものが多いですね。でちょっとこう付け合わせみたいにこうゴーヤがついてたりとか、あ一品こうついてるような、はい、いうのが多いですね。あ、はい、じゃあちょっと今年の夏は沖縄系の餃子 で、ね、沖縄料理屋に行ってもらって、うん、ぜひ餃子と食べていただくと、これがうまいみたいな。これはちょっとね、私ね気がつきませんでしたから、ぜひともね、はい、横浜来た際は、はい、ね、見ていただければと。ちょっと沖縄系の餃子食べてみるのもいいかもしれないですよ、はい、中華街なんかでもねそういう餃子たくさんあるんで、うん、はい、いろいろそのエリアごとに北京だったり上海だったり四川だったり、いろんな餃子の種類があるんで、ね、餃子の食べ歩きだけでもね、そうですね、本当に2日3日十分楽しめるのが、また単価が安いし、1個だけだとまあなんなんで、はしごできるんですよね。あ、はい、ね、そういう楽しみも、そうですよ、ちょっと2人で行ってね、はい、1皿とちょっと飲み物とかでね、はいはい、あーいいかもしれないですよ。ちょっと次の店行ってみよう、うん、はい、ちょっとねデートコースで、はい、ちょっと今日は、はい、これ餃子巡りしてもいいんじゃねえかなんて ね、 そうですね、はい、エビーネちゃんはデートとか興味ありますか。大いにある、大いにある、大いにありますよこれ、はい、ああちゃんと出てますよこれね、はい、エビネちゃんはデートって言ってやっぱり餃子ですか。嘘でしょ、嘘でしょ、今聞いたからでしょそんな。いや、エビネちゃんはイチゴですよね。イチゴですよね、イチゴでデートってイチゴ狩り以外思いつかないんだけど、俺どうすんだろうそれ。イチゴスイーツな感じですよね。あ、なるほどね、はい、甘いデートがきっとね。お、エビネちゃんうまいこと言いますねこれ ね、 まあでもほんと餃子は夏ならでは、うん、やっぱまあちょっとあのスタミナなんかもつくんで、あ、はい、それでこうちょっとカリッと食べて、そうですよ、はい、ね、なんかお腹減ってきましたね、なんかね、うん、そうですよ、お腹減ってきたって言ってもなんかね気が利いた一品が出てくるわけでもないですから。その部分で気の利いてない編集部です、ね、いや、ね、何言ってんすか、ね、これだけ人がいないんですから、そうですね、ガランとしてますね、はい、まあね、そんな、本当にもう形も様々ですしね、はい、本当に付け合わせも様々な、そんな餃子が特集されてるんですけれども、餃子はもう完全食ですから、ね、周りをこう小麦粉でこうやって中にお肉とこう野菜が入って、ああそうか、主食とおかずがもう丸ごとで1個で入ってるみたいな、そうでしょう、だからね、もうご飯ね、はい、完璧なご飯だなと思ってたんですけれども、はい、びっくりしたのはこのサヨンドですよね、はい、スイーツにもなってるっていうね、はい、餃子のスイーツですよ、はい、ね、餃子パフェみたいな、ね、そう、詳しくはね、あの雑誌の方で見ていただきたいと思いますけれども、はい、餃子のミニパフェ、はい、いいですね。こちらちょっと気になりますんでね、はい、もし行かれた際は、はい、こちら食べていただきたいな。餃子って意外にバリエーションがあるんで、あ、今回紹介した餃子丼、餃子丼、餃子丼、餃子を丼に、はい、ま、あのご飯のおかずとしてね成り立つわけですから、ね、合ってますからね、丼、はい、になってもおかしくないですけれども、立ち食い餃子、立ち食い餃子、いろいろあるんですね、これ、あ、餃子のバリエーションがね、はい、でもそのうちエビナ餃子のやつもあるかもしれないですよね。そうですね、ありますかエビナ餃子っていうのは。あ、まだない。じゃあもうエビを入れたエビナ餃子みたいな、ね、いやいや、イチゴじゃないですか、入れるんだったら、イチゴを入れたエビナ餃子、ね、イチゴを入れたエビナ餃子ね、はい、ぜひともね、そちらも開発していただきたいなと思いますけれども、はい、ちょっとね、中華街寄った際には、はい、餃子でね、今年の夏は楽しんでもらうっていうのも、そうですね、うん、餃子は本当にいろいろお店ごとにすごく個性があるので、そういうのを楽しめる食べ物だなと思います。やっぱり夏に食べたくなる食べ物ですよね、はい、はい、こちらもね、皆さんぜひ、いただければと思います、立ち寄っていただければなというふうに思います。はい、はい、あ、夏にビールと餃子いいですねということでね、来てますよ、はい、他には、そんなもんですね、はい、はい、もしね、餃子でこんなレシピあったらいいんじゃないみたいなのも ありましたらね、ぜひともあの皆さん編集部まで送っていただければ、変わった餃子こんなの発見しましたもん、ね、ああね、はい、そうですよ、うん、教えていただければ、やたらでかい餃子みたいなあったりしますね。でかい餃子、はい、やたらでかい餃子みたいな、羽付き餃子なんですね、その羽の部分は大きさに入れていいのかなんてね、思ったりもしますけれども、はい、そして他に、編集長何か今回
この横浜ウォーカーでというと、今回で言うとですね、うん、先週末一つイベントがあったんですけど、横浜とか湘南、まあ、神奈川エリアですと、ハワイってすごくこうイメージがあるんですよ、ね、ハワイ、はい、へ、横浜とか湘南とかってそのハワイ、先ほどの習い事で言うとフラ教室とかすごい多いんですよ。あ、そうなんですか、はい、まあ、なんか多分もともとそういう姉妹都市関係があったりすると思うんですけども、それだったりとか、そのやっぱり横浜って開国した町だったりするので、なるほどね、海のイメージだったりとか、そのハワイっていうのがあると思うんですけど、ハワイをテーマにしたイベントが先週末ちょっと行われまして、8月にもまたハワイをテーマにしたイベントが行われたりするので、横浜と湘南のハワイアンっていうような特集を今回やってます。はあ、これぜひともね。あ、エビーネちゃんはハワイは好きですか？大好きですね、大好きですよ、これ、ハワイはなんかこうイメージがやっぱり横浜と合うみたいで、夏になるとそういったあの横浜ハワイフェスティバルみたいなものが行われたりとか、横浜であったり、はい、確かになんかアロハシャツ、ね、日本全国どこが似合うって言ったら横浜かもしれないですよね。あ、言われてみれば、例えば湘南エリアでもその茅ヶ崎なんかで言うと、うん、あの今スーパークルーズビーズなんて言うんですけど、アロハビズみたいな、あ、行われていて、市役所の方がアロハで仕事してたり、かっこいいですね。あ、そういう、こういろんなこうやっぱりなんとなく親和性があるのかなと思ったりするので、うんうんうん、そういう特集をしてます。ハワイフードも最近こういろいろ新しいものが出て、ロコモコとかそれだけじゃない、あ、いろんな楽しみ方がハワイの食べ物なんていうのもね、はい、言ってみたらもう横浜から先に入ってきてるようなもんですからね。まあそうですね、そうですよ、もう玄関口ですから、横浜発でね、はい、あったりしますけれどもね、はい、プレートランチなんていうのでね、そうですね、うん、はい、湘南はハワイアンのグルメの宝庫と、はい、あ、もう行ってみたら湘南行けばハワイが一通り堪能できると。そうですね、湘南はやっぱりすごくハワイのイメージ強いんですよ、海とそのフードというか、そういうところがすごくそういうハワイイメージがすごくたくさんありますので、こういうマカデミアナッツチョコレートカレーみたいな、あ、これ日本人の発想じゃないですね、はい、これね、これはハワイの、やっぱハワイからですもんね、はい、あ、じゃあ今年の夏はね、ちょっとまあ思い切ってみんなでね、はい、ハワイに家族旅行というよりも、うんうん、湘南でね、はい、ハワイ気分を味わってもらうっていう、ちょっとアロハを今踊ってくれたような感じです。あ、あ、本当だ、あらら、いいですね、アロハなエビネ、いいですね、うん、なんかね、ハワイは好きなんですね、なんかこのままリンボーダンスしてくれそうな、いやいや、ね、あ、危ない危ない後ろが危ない、ね、危ないです、あ、湘南でハワイを味わうっていうのもね、そうですね、うん、なんか気分がまた違ってきて楽しいと思います、ね、ぜひ、はい、だって言ったら電車で行けますからね、そうですね、電車で行けるハワイって言ったら湘南しかないですよ、はい、今、いや、もうぜひ電車で遊びに行っていただきたい、ね、うん、そういうようなものがいろいろありますので、うん、まあ、神奈川ならではのそのハワイの楽しみ方、そういう特集をしています、ね、はい、してまあね、うん、こちらも気になるのが、はい、スタミナ焼肉、はい、これはどこまで触れていいのか、いやいや、もうガンガン行きましょう、大丈夫ですね、ガンガン行きましょう、はい、いや、もうやっぱりあのなんとなく今って夏バテしつつある時期でね、はい、そうなんですよ、ついこうさらっとしたものとかね、はい、つるっとしたもの、冷たいもの、はい、こういうものばっかり取っちゃうんですよ、でちょっと水気が多くなったりとかして、ちょっとやっぱ体調崩したりってことがあるので、そっからね夏バテに入っていったりしますよ、はい、そういう意味で今回焼肉だったりとか、うん、もちろん餃子、うん、そうですよね、スタミナをつけて夏を乗り切りましょうとか、あ、暑い時期は続くんで、そうなんですよ、はい、でも肉ってやっぱうまいですからね、肉ダイレクトに美味しいですよね、そうなんですよ、はい、でも子供の頃なんて、私、昭和50年生まれなんですけど、はい、子供の頃なんて言ったら焼肉はもう超高級品みたいなところがあって、はい、ね、本当家族で何かの記念日に食べるみたいなのがありましたけど、はい、今じゃ本当に気軽に、ね、焼肉って食べれるものになってますからね、はい、お店によってもそのこだわりが違ったりしますし、うん、はい、今はお値段もね、そんな高くないんで、ね、そうそう、安いところから高いところまでね、はい、本当に選べますんでね、はい、これは今年の夏は焼肉で乗り切っていただければなと、はい、こうどうしてもこうパワーが落ちたりとか捨てるときにはやっぱそういうものをぜひパワーフードを食べてもらう、そうですよ、はい、またニンニクっていうのがね、はい、また合いますから ね、 ね、はい、ぜひとも皆さんにはね、はい、そういった焼肉なんていうのね、とにかくね、夏バテだけはしないようにね、していただきたいなと、これからねちょっと夏バテしちゃう時期なんで、うん、エビニアちゃんも夏バテしないようにね、しなきゃいけないですよね、そうですよね、アーモンドこのひと夏頑張る、そうですよ、だってエビーネちゃん一番体力勝負ですから、そうですね、ね、はい、もう人気者となると引っ張りだこになると思いますから、これからイベントなんかもあったり
出たりするわけですよね、ユビニアちゃんね。あ、そうするとやっぱり大変なこともあるでしょうから、はい、あでも元気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 ってことで、ちょっとねこれね気になる質問なんですけれどもね、はい、答えなくても大丈夫だと思います、はい、エビーニャちゃんが嫌いな街が知りたいですと。エビーニャちゃんここが嫌いだなっていうのは答えられないないってことですか、それは。あ、全ての街が好き、はい、でもあるでしょう、まあ、神奈川ラブなんですよね。神奈川以外ならありますよね。あ、ないみたいですね。ない、はい、おー優等生ですね、はい、まあでもその中でもやっぱり海老名ラブなわけですね。海老名、そりゃそうですよ、海老名ちゃんって言ってるんですから。ここに書いてある、ね、書いてあるぐらいですから、海老名ラブですよ、はい、まあでもぜひね、うん、あのイベントとかで会った時に応援していただけると、はい、はい、いいと思います。もう、ね、人気、神奈川屈指の人気キャラですよね。はい、エビーネちゃんなんか近々こういうイベントがありますみたいのはあるんですか。あります。ありますか。あります。これはじゃあ近々ありますんで、これまたじゃあツイートかなんか。そうです、そちらの方はね、はい、詳しくは残念ながらエビーネちゃんの口から言うわけにいかないですけど、はい、詳しくはねそちらから、はい、うん、また情報を追っかけていきます、ね、はい、エビーネちゃん情報見ていただきたいなというふうに、ね、まあ、夏休みですからね、うん、エビーネちゃんのね、はい、目撃していただきたいなと思います。はい、エビーニャちゃんとぜひ握手していただければ、ね、はい、ここだとちょっと握手しづらいかもしれないですがね、はい、そしてこっちさっきもちょっと触れましたこの焼肉なんですけれどもね、はい、ちょっとこう持ち運べるように、はい、ね、なってますからね。そうですね、はい、ちょっとブックインブックみたいな感じになってます、ね、そうですよ、はい、パリッとめくってもらってね、はい、これを持って、持ち歩いていただいてもいいかななんて思います。はい、はい、ぜひ夏の楽しみ方がたくさん載ってますので、うん、はい、いろいろ見て使っていただければというふうに思います。はい、ね、はい、では続いては、あ、こちら、いただきました。横浜はハワイ航路があったから縁深いんですよと。あ、なるほど。へー、知ってました。あそこ、まあ、あの多分大桟橋から船が昔、あ、出てたんでしょうね、はい、何でしたっけ、思い出のハワイ航路でしたっけ、そんな歌でしたっけね、確かね、ほら関わりあるんですね。あるんですよ、はい、あ、船ね。編集長はなんか船で海外旅行したことってのはありますか。船はないですね。でも横浜港って遊覧船みたいなの結構たくさんあるんですね。出てます出てます、はい、クルーズは盛んなのでとても。あ、私クルーズは1回行ったこと、乗りましたよ、横浜港で、あ、そうです、あの豪華なランチがついてるやつ。あ、そうですか、行きました行きました、番組の取材でしたけど。あ、そうですか、行って、こう出入り口にすごい綺麗なお姉さんがいて、あの番組の収録をしながら、はい、ずっと口説いてたんですよ、はいはい、だからもう往復ですから2時間ぐらいですよ、はい、ずっともう川さみに口説いてたんですけど、はい、嫌な顔一つしないんですよね。あ、人間ができてますね。できてんだ、はい、素晴らしいですね。できてんだなと思ってね、すごいいい思い出ですけれども、うん、まあ、夏なんでね、そういうクルーズみたいなの楽しいですよ ね、 ね、あ、はい、じゃあひょっとしたらね、そのうちこの番組、はい、クルーズしながら配信なんていうのもね、いいです ね、 ね、早速やりましょう。それは あの辺りだったら電波届くんじゃないですかね、いけますよね、ほらほらほら。じゃあその説はエビーニャちゃんもぜひ、エビーニャさんも一緒になってきて、あ、丸々丸丸丸ですよね、そうですよ、はい、横浜クルーズしながらね、そうですね、でね、夜だったら夜景なんかも楽しいと思います、ね、はい、見せられますしね。そうですね、一度編集部から外に出てみるのもいいかもしれないですね。あ、はい、もしなんだったらね、編集部員の方も皆さん連れて、ね、ちょっとね、はい、普段お疲れでしょうからね、はい、そういうのも兼ねて、じゃあそういうクルーズを募集しましょう。そうしたら、あ、はい、なるほど、うちから中継いいよみたいな、うん、太っ腹なクルーズ、うちで出すよと、はい、なんならどっかの屋形船さんでもね、はい、出しますよボート持ってきたらどうするんですか。いやいやいや、もうそれだったら乗りますよ、乗ります、はい、あら、いいかもしんないですね、はい、それはそれで。じゃあ今度は、クルーズからの生中継、ね、海上放送があるかもしれないんでね、こちらも楽しみにしていただきたいなと思います、はい、そうです、今ね番組中一応ね皆さんから、うん、エビーニャちゃんに、ね、はい、悩み相談なんかありましたら、はい、ということで、ね、募集してますけれども、はい、今のところ一つも来てないですね。一つも来てないですね。残念ながら、ねはい、小石原さん、憧れのハワイ航路歌えますか。師匠は夏メロ詳しいですけどということですけれどもね、私は歌えません。そういうことをツイッターで師匠に言われると、
僕が破門になったりするので、だから そこまで行っちゃうんですか。そうなんですよ、結構厳しいんですよ。厳しいですね、やっぱりどれだけ師匠にリスペクトしてるかっていうのが大事な業界なわけですから、はい、師匠が好きなものは、あれ嫌いだからなんて言った日にはそれで破門ですか。ダメですよ、そりゃそうですよ。そんなね、横浜ウォーカーのね編集長と編集部員みたいなね緩い関係じゃないんですよ。そうですよね、そんなもん上下関係があってないようなものじゃないわけですよ。そうですよ、はい、さっきだって半分タメ口みたいな口の聞き方してるじゃないですか、みんな、はい、まあ、みんなそういうような人ね。そうですよね、はい、編集長そこのジュース取ってみたいな感じだったじゃないですか、はいはいはい、そうですよねそれは落語界でそういかないって。そうはいかないんですよ、はい、だからねここではもう喋りますけど絶対漏らさないでくださいよ、はい、もうね本当に今僕真打ちがかかってて大事な時期なんですからね、気をつけてください、そう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 、ということでね、本当にエビーニャちゃんにね、もし何か悩み相談ありましたら送っていただければなと思います。はい、はい、こちら、シャープユニブ2289、シャープ UNIV 数字で228、アルファベットで9、ね、こちらのハッシュタグつけて、ツイートしていただけますとこちらで拾うことができます。はい、まあそんなね、はい、次回の企画もまた次でもね考えつつ、ま、今度は11月ぐらいの企画とかまた募集しないといけない。そうですよ、11月12月あたりの企画をまた募集しながら、また次回いろいろやりたいですね。でも12月なんてもう冬に入ってくるわけじゃないですか、はい、もうクリスマス。でもこれ、はい、神奈川で雪っていうのはちょっと難しいんじゃないかななんて思うんですけどもね。そうですね、まあでも神奈川で言えばやっぱクリスマスっていうか、ね、うん、やっぱり特に横浜とかはクリスマスロマンチックに過ごせますからね。名所ではあります。うんうん、うん、もうそんな時期ですよ、こんな暑いのに、はい、先前倒しでやっていかないといけないですからね。クリスマスのことも考えながら。ああ、じゃあサンタさんをねひょっとしたら今度はまた特殊で探すかもしれないですよね、サンタさんの痕跡があったみたいなね、探さなきゃいけない。うんでもまだちょっとゆるキャラ特集なのでやってみたいと思っている。おお、その説はぜひねエビーニャちゃんに出てもらいたいですよね。あ、でもひょっとしたらね、せっかくね横浜ウォーカーという雑誌があるわけですから、はい、ゆるキャラが次のゆるキャラを紹介するみたいなね、はい、ね、テレフォンショッキングみたいな流れで、なるほど、エビーニャちゃんが今度誰々を紹介する、誰々を紹介するみたいな、はい、もしかしたらお友達とかいるのかもしれないですね。います、ゆるキャラ友達みたいのは。あ、ちょっとまだいるかどうかよくわかんないみたいな、ね、いや、わかるでしょ、いるかどうかぐらいはまだ紹介できるお友達がいるかどうかちょっとまだわかんない。なるほどね、はい、なんかそういうなんかゆるキャラつながりみたいなもね、いいかもしれないですよね、はい、次にバトンタッチみたいな、はい、うん、そうですね、ぜひそういう企画もやっていきたいです。お、本当にたくさんのキャラクターたちが神奈川で活躍しているので、うんうんうん、もう40じゃ50じゃ聞かないぐらい、あれ、たくさんいたりする。ひょっとしたら何かの記念日に、はい、全員集合なんて言って写真一枚撮れることもあるかもしれないですね。いいですね、それはね。ちょっと壮観ですよ ね、そうしたら。相当それはね、プレミアものだと思う。だってね、歴代のウルトラマンとか仮面ライダーがね、はい、集まったなんて言ったら、はい、これはもう本当に興奮もんですから。夢の顔合わせですからね、はい。そうなるとゆるキャラ勢ぞろいしてほしいですよね。その時はぜひ来てください。あー、OK出ましたよね、はい、立ち位置なんかで揉めるんでしょうね、きっと ね、はい、サミットみたいなもんですね。そうそう、センターは俺だみたいなこと言いながら、まあ、ショートリーがね、いろいろ厳しいと思います。はい、いや楽しそうな、はい、そういうののイベントの司会俺やりたいな。あ、じゃあぜひ、ぜひお願いしますよ、はい、うん、ことで実は毎回私、はい、ここに来るたんびに、CD の、はい、ケースを持ってきてるんですよね、はい、大量に持ってきていただいて。そうなんですよ、ありがとうございます。というのもこの、紙面の企画で、はい、そうですね、ありますのが、はい、CD を作ろうと。そうですね、オリジナルで作りましょうと、ね、オリジナルの CD を作ってそれを販売して、はい、言ってみたこのラジオ地元にね、はい、ラジオをプレゼントしましょうというこれ、はい、F 横、はい、ね、の番組と連動した企画、うん、そうですね、なんですけれども、はい、私ね、ここまでで何もう200、300×3 だとすると、はい、もう1000枚近く CDR のケースを持ってきてんですけど、はい、一向に取り上げてもらえないんですよ。そうですね、写真が載らないですね。これどういうことなんですか、これ。すみません、担当者をちょっと、いや、担当者じゃないでしょう。担当者、責任者は誰なんだ。責任者は、この雑誌の責任者は誰なんだ、はい、責任者は、ああ、ここ僕でしたね。何やってんだ、すいません、俺1000枚も
CTR のケースを持ってきてるのに、すいません、なんか写真一番載せないと、この小学6年生の子なんか20枚だよ、はい、20枚でも写真載ってるのに俺1000枚持ってきてんの。すいません本当に。1000枚って載せてどういうことなんですか編集長これ。それは中身がないからねケースだからなんですね、これね。ケースだからな。ケースはもうこれだけ。確かにね、CDR を募集してますもんね。はい、そうですね。そうなんだよな、ケースじゃ載せてもらえないんだ。いやいや、もうでも十分ご協力していただいたので、ええ、次は担当者によく言ってきますんで。そうですよ、だから1回ぐらいこれ 僕特集になりますよね、きっと。 CDR のケースをどれだけ苦労して集めたかっていうの。そうですね、ええ、罰が出ましたね、はい、すいませんでした、すいませんでした。さすがエビーニちゃん、はい、いいツッコミありがとうございました。まあ、そんなね、毎回のこの連載の企画なんかあったりするんですけど、はい、今日いらっしゃる編集部員さん、はい、ね、はい、この今回のこの最新号で、はい、この辺りを特集やったんですっていうのは、ハワイ特集をやった。あ、ハワイ特集。はい、上松がいますけど。あら、また上松さんが可愛いですよね、今日も。呼んできますか。いいんですか、呼んじゃっても。はい、じゃ、すいません、上松さん、ね。あ、じゃあ上松さん、僕の隣に来てもらってね、僕も行きますよ、はい、上松さんどうぞ。またラフな格好がいいですね。すいません、ちょっとセクシーな感じがしますよね。そうですかね、ありがとうございます。ちょっと撮影帰りなんでちょっと疲れてます。すいません。そうなんですか。はい、はい、また疲れを見せないですよね、はい。今回はハワイ特集の方やっていただいたということで、はいはい、やっぱり苦労しますよね、ページ作るってなると。ちょっとまだ慣れてないので、新人で。あ、新人なんですか。新人の割には随分あの編集長に近い席ですね。だからかなりでかい顔してますね。そうですよね。それで、まあ、ハワイ特集。え、ハワイ特集はやっぱり自分でこう提案して、あ、これは上から降りてきたやつで、やれって言われてやった。まあでもそれをね、自分なりにこう咀嚼して、あ、しながら。どの辺でしたっけ。あ、行き過ぎてます。行き過ぎてました。はい、あ、ここですね、はい、あ、まあ、ハワイ特集ということでね、はい、できましたけれども、はい、こういう記事を作る、記事というかね、紙面を作るっていうので一番苦労するところってどういうところなんですかね。そうですね、あの、読み手の気持ちになって作るのが一番大事だと思うんですけど、お、作る立場になるとそれをついつい忘れちゃって自分の言いたいことばっかりになっちゃう。そうですね、あ、このネタ面白そうみたいな、自分のそこのこうせめぎ合いみたいのが。そうですね、あ難しいと思います。例えばこうね、ちょっとこう食べ物なんかもちょこちょこっとこうね、全部は紹介できないわけじゃないですか。そうですね、そういう時にやっぱり自分の気になったものを、そうですね、をチョイスしてっていう。美味しそうだなっていうのを個人的にね、個人的にはそうです、個人的にね、やっぱりこう見てみると、あ、肉が好きなのかなっていう感じがねしますよね。肉ばっかり、ね、あ、すいません、好きですね。肉がかなり、いや、でもハワイの料理、ちょっとお肉料理多いかなと思って、っていうのもあったりして。なんか今回このハワイの特集をして、はい、あ、これは知らなかったなっていうような。あ、はい、そうですね、うん、下の方にちょっと書かせてもらってるんですけど、ええ、ハワイ、いやいや、書かせてもらってるのそんなへりくだることないよ書いてやったんですけどって言ってくださいよ、ね、すいません、はい、今あのハワイの食材とかハワイの料理って溢れてるんですけど、ハワイ産 の, あの食材が使われてるもの、ハワイの農業、農地でできてるものが少ないんですね、使われてる。へえ。それを積極的にあの日本に持ってきて、うんうん、料理に取り入れようとして活動してる方がいっぱいいらっしゃるってことで。ハワイの特産っていうと何なんですか。この雑誌に載ってるんですけど、ハワイのオヒアレフアっていう花の。たどたどしいですよね今ね。なんか知ってる話をする割には、なんか今初めて初見で見たみたいな感じでしたけど。言いづらいです。言いづらいですよね。そう。はい、すいません。ハフなんでハフなヒヒなんでしたっけ。近いですよね。オヒアレフアです、ね。オヒアレフア。だいぶ違います。オヒアレフア。はい。っていう花の蜂蜜ですとか。蜂蜜なんですか。あとパイナップル。エビニューちゃん喜んでますね。蜂蜜好きそうな。エビニューちゃん蜂蜜好きなんですか。あ
おお、そうなんですね。あんまりエビニャちゃんとね、蜂蜜のイメージがこう甘い感じ。どちらかというと練乳じゃないですか、これ一番の部分だとするとね。あ、まあ、そういうような食材があったりするということなんでね。え、これではそのおひなりひなでしたっけ？おひやれふわ。おひやれふわ。ちょっとずつ近づいてますから。そのハチミツっていうのは、はい、言ってみたらあの近所のスーパーに行って手に入るようなものでは、はい、今のところはあまりあの出回ってない。ない。じゃあ今後ね、これがひょっとしたら、はい、非常にメジャーになる可能性も、そうですね、はい、ありますんで、早めに皆さんね、はい、こちらのハチミツはチェックしていただければなと思いますけれども、はい、うん。まあそんなね、今回は、なかなかないですよ。だって実際ね、こうやって雑誌手に取って、はあ、こういう紙面あるんだって、まあ例えばね、こういうの寄らなくていいですけど、こういうのあるんだと思って、これ作った人ここいるんですから。ここですよ。この人編集長だから指示出してるだけで何もやってないんですよ、言ったらね。すいません。そうですよ。やらせてるばっかりだね。本当に実際作った人ですからね。いや、別に初めて自分で。この作ったってわけじゃないんですよね。もう今までもいくつかやっててっていう。少ないですけど、はい。ね、はい、じゃあこれからまたどん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 こう大事なページを任されたりと。だといいんですけど、頑張ります。成長してってね。はい。もう主戦力になる日も近いんじゃないですか。だってこんな遅くまで残ってやってんですもん。ね。ね、それは手が遅いからですか。それは否定できない。いやー、優秀な編集部に囲まれて編集長羨ましいじゃないですか。でも人が少ないですね今日はね。そうですね、みんな仕事が早いからすぐ帰れるんですよ。そうですね、そうなんです。タラ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 やってるから、プリッツとかつまみながらタラ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 やってるからなかなか終わんないんですよ。そう言ってる間にも帰っちゃった人とかいますからね。そうですよね、もう誰もいなくなっちゃってますからね。そうですよ、関西ウォーカーなんか行ったらもう多分あれなんでしょうね、みんな今頃宴会やってんでしょうね。あそこはね。まあそんなことなんですけど、今後とも、はい、ぜひともよろしくお願いします。またね、ひょっとしたら次回こんな特集私やりそうなんですみたいなのが、はい、告知がありましたらぜひ、はい、言える範囲で。あ、今のところまだ言っちゃっていいですよ。あ、え、本当ですか。秋のお、はい、イベントをちょっと網羅した特集を。お、準備中です。秋のイベントカレンダーみたいな特集を今作って、あ、作りつつあるんですね。あ、この日はここでやってます、はい、というのだけではなく、それプラス何かがあるような、そうですね、例えばフードフェスみたいなものがすごく多かったりするんで、 あとは文化的なこうイベントだったりとか、はい、いろんなものがあるので、うんうんうん、それから最近で言うと今夏に結構中止になっちゃった花火とかが今年秋に移行してるんですよね。なるほどね、はい、エビナでもイベントが秋たくさんありますよね、きっとね。たくさんあるみたいな。改善されそうですね。そういうのも紹介していきたいなと思います、ね。はい、じゃあね、そういう時期にまた花火大会なんてのがあったりするんだったら、そうですね、ね、10月なんかにも花火があって、ね、そういうのを今必死に追っかけてる。あらららら、はい、じゃあどっかね、隅の方にでも女の子の簡単に着れる浴衣特集みたいなね、そんなのもあったりするといいかもしれないですよね。いや、夏のね、こう祭りなんかで浴衣着てる、ね、女の子とかね、男の子とかいたりしますけれども、はい、やっぱり若干着慣れてないせいか、ね、ちょっとお見の位置違うなとかね、そういうのがあったりしますんでね、通の着方みたいなのがあったりするといいかもしれないですよね。星野さんでね。そうですね、俺じゃねえ方がいいな、それじゃ専門家呼べますからね。それでやってもいいかもしれないです。はい、なるほど。ということで、また次回も、はい、ね、またどうせね、手が遅くて残ってるでしょうから、はい、また次回もね、お呼びしたいなと思いますんで、ね、はい、いや、いてくださいよ。なんで嫌がるんですか。嫌いなんですか。いやいやいや、手を早めて。いやいや、いてくださいよ。ね、言ってみたらもうアシスタントぐらいの立場でね、毎回ね、言っていただけるといいかなと思います。レギュラーでも出てます。そうですよ、はい。え、ビーナちゃん毎回来たら大変でしょ、これ。来ても、来てくれてもいい。いいんですか。ほら、ちょっと遅かったですけど、いや、無理しなくていいですからね、あとでゆっくりちゃんと話しましょうね。はい、ということでね、スペシャルゲストの植松さんに、はい、来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということでね、はい、いいですね、はい、実際にこんな記事を作るぞなんていう人がね、いたりしますからね。まあ、なんとなくこう個性の出るというか、顔の見えるページというかね、うん、そういうのがなっていくと、やっぱり雑誌は強いのかなと思います。あー、ありますよ、はい、ね、だって実際この横浜ウォーカーのツイッターアカウントでもね、はい、あ、この人が
返事してるんだっていうね、カッコで一文字でこうあったりしますからね。カッコウは上松さんなんですか。そしたら、はい、あら、ちょっとこれね、ツイッターでこう、あ、上松さんにじゃあ俺返事もらったんだなんて言って、ね、はい、え、どんな人なんだろうと思って、このアーカイブ見たら、はい、意外と美人じゃねえみたいな ね話になりますから、はい、ちょっといいですね、いいこれ営業戦略ですね。編集長の顔が見えるっていう ねキャラを立てていくという、そうですよ、いろんな、まあ、今まで出た人間も他にもいっぱいいますから、そういう人たちもまた新キャラ上松さんでね、お送りできればなというふうに思います、はい、ということで今回もね、いろいろあちらこちらつまみ食いしたような感じになってしまいましたけれどもね、はい、エビーネちゃんも最後までありがとうございます、はい、お付き合いくださいまして、はい、悩み相談ね、残念ながら最後まで来なかったんですけれどもね、また次回来てもらうときはね、エビーネさんにももうちょっと意思の疎通が取れるような工夫をして ね、ツイートができるようなね、仕組みを考えてもいいかななんて思います、はい、ということでエビーネちゃんはこれからもエビなしを、ね、はい、盛り上げていただければなと思います、はい、してエビなしのなんかイベント行った場合はね、エビーネちゃん探してください、はい、ね、絶対どっかにいると思いますんで、はい、ね、握手とかしても一緒に写真撮ったりとかしてもらえる、写真撮ると後々何か大きなことが、ね、起こってるかもしれないですからね、はい、エビーネちゃんで、はい、うん、人もね、こちらも、はい、エビーネちゃん初めて見たぞという方はね、記憶に残していただければなというふうに思います、はい、それでは、本日はそろそろお時間ということにね、させていただければな、そう、はい、あっという間にもこの時間なんですね、はい、ということで横浜ウォーカーゼミ、はい、編集長と一緒にお送りしました。どうもありがとうございます、はい、ではまた来週です。本日の講義はここまで、それじゃあ来週じゃないね来週じゃなかった、また来月です、はい、間違えました、はい、入ってました音大丈夫でした。